ソユーズ TM- には、1987年に行われたソビエト連邦のミールへの友人ミッションである。このミッションより、ミールには2年以上にわたり、恒常的に人が居住するようになった。打ち上げ時、帰還時、ソユーズ TM- には、ミールへの2度目の長期滞在である。ロマネンコは、ミールに326日間以上滞在した。ラフェイキンは、 心臓疾患を患い、地球に早期帰還しなければならなかった。ミール滞在の初期、クバント1モジュールがミールに自動的にドッキングした。クバントは1 1トンの宇宙ステーションモジュールと9.6トンの機能サービスモジュールから構成されていた。FSM は4月2日と4月5日に操作された。4月5日にはイグラ接近システムがミールのアフトポートに誘導された。 残り200メートルのところで、イグラシステムはアフトポートを見失った。宇宙飛行士たちは宇宙船の中からクバントと FSM の接続部がステーションから10メートルの距離まで接近したのを見た。クバントと FSM はミールから400キロメートルも漂い、その後呼び戻されて4月9日の早朝に2度目のドッキングを試みたが、クバントのプローブユニットは 完全に縮まらなかった。4月11日、ロマネンコとラフェイキングは検査と、もし可能なら、クバントを修理するため、ミールから外に出た。彼らは、ドッキングユニットに異物が挟まっているのを見つけた。チェップからの指令で、クバントは、プローブユニットを広げ、異物を捨てた。クバントは、その後、地上からの指令により無事ドッキングに成功した。 宇宙遊泳は3時間40分続いた。FSM は4月12日に空ントから離れた。ありがとうございます。